さあ野毛選手来た。これ抜くんだ。現地だからこれ。あ、現地でも距離ですね。野毛選手が先行取りました。じゃあ野毛選手、広野匠選手の試合を、あ、ダーツ投げてくださいってなってます。もう一回投げるんですね。野毛選手先行取りました。さあ野毛選手の先行のゲーム128の試合、ファースト2レッグ。こう現地対戦だとね、こう画面もワイドで見れるのでね、いいんですけど、広野選手うまいっすよね。狙えてます。140スタート。いいっすね、柔らかい。ここがね、もったいないですよね。あ、でも狙えてますね。344から。60絡んでくる。いや、今のね、やっぱこうスタッキングですよね。アンダースタッキング使ってきましたね。さあ120取って200からワイディ140残り。うまい。244から。さあ184から。124からもう一本くるのか。返せず。104残りに対して140残り、広野選手20ライン。さあ60絡めてくればいいんですけどね。来た。さあ80をもう一本ですね。アレンジまでですね。これ動いたがいいですね。はい、ちゃんと上にね。あれ案外こうちょっとね、軌道が下がったりすると拾ってね、バーストしたりするんですよね。さあ104を18回いって86残りをもう一本ですね。そして68残りを20へというパターンですかね。そして60に入って8残りと、見事なアレンジ。さあ広野選手20残り。あー、1投目この広野選手うまいですね。13ダーツでブレイクと、本当アスピナル並みのダーツですね。さあそして、ブレイクした後の広野選手の先行のゲーム。いやー狙えてる。広野選手はジャパンなんですかね。さあ後のない野毛選手。さあ19、18、19に行く。87点取って114残り、425ですよね。ここは140欲しいですね。もう一本。広野選手ジャパンなんですね。140注文通り。いや、いい試合ですね。354から、そして294から、274残りと285残りですね。ここも
ちょっとね難しい数字ですけどね、上がり目を出すには140取って145っていう数字ですよね。あっとこれで上がり目出せず。さあそして野毛選手274残り1投目ですね。1投目60入れば上がり目出せます。これで上がり目出せない。あ、上がり目2本続けて入れればいいんですけどね。あっとこれ228残り225残り。さあ205からですね。次185をブルーに行ったんですね。これブルー行かなくていいんですけどね。さあ228から225、あと220残り。さあ220残りを60に入れて160残り、179残り。これでねやっぱ あの上がり目があればね、まだ広野選手的な技術だったら十分ね、うん、まあ上がれんのは難しいんですけどね。99残りを19、これは19いった方がいいですね。あとミス、あん60入ってなかった。160残り20ライン、ちょっと野毛選手っぽくないですね。20はね鉄板だったんですけどね、いい時は。あーっと痛恨の26ですね。96残り20から、痛恨ですね今のミスは。で76をもう1本20入ると8ダブル。決まらず。さあ野毛選手にワンチャンスが回ってきます。124残り20から、きた14、あレッドブル来るのか。レッドブル、あー野毛選手がやった。これレッドブル付きですよね。野毛選手見事となレッドブル来ました。いやー今のかっこよかったですね。さすが野毛選手、ガッツポーズもせずに素で戻っていくというね、なかなかクール。124残りを60入れて、そして14シングルからのレッドブル、おめでとうございます。野毛選手にはレッドブルを1ケース送らせてもらいます。さすが。いやー本当に野毛選手見せてくれましたね。さあ野毛選手勢いに乗ってね、ここ行きたいとこですね。さあカバーしてきました広野選手。うわー140取ってきます。この削りは大きい。359から、さあ259に対して261広野選手、オール20でいいと思いますね。100取って161で上がり目が出ます。20トリプル欲しい。あーっと絡まず。201残りに対して259残り、ここもね野毛選手99取って160取りたいですね。そして20に戻る。
さすが注文通り。やっぱり野毛選手さすがですね。201残りからさあ141から136残りをもう一本20116とさあ160残りさあ6060とね行きたいところですが140残りさあここはしっかりねいやカバーしてきます。さすがです。116残り2019さあここはどっちから行くのか。20からか。20から行くとしっかりねラインは確保しておきたいですね。96残りトリプル絡んできた。さあ80取って36残り18ダブル。さあ気合入ってます。ワンチャンス。あっ決まらず。さあ野毛選手回ってきます。アレンジからの20ダブル。しっかり枠に入れてやっと動いた方が良かったような感じしますけどね。こうなります。今のはね右サイド動いたら欲しかったですね。やっぱりこのやっぱソフトを投げてるのでどうしてもこの水平に刺さるのでね矢がね。だからやっぱりこう動きが甘いんですよね。さあ18ダブル。じゃあぶつかったら入りそうですね。あうまい。さすが。いやー広野選手野毛選手を下し、しかもオールブレイクで13ダーツ17ダーツ。広野選手がね見事でしたね。野毛選手は持ってなかったですね。